どうもカンチャでございます。カンチャでございますね。みーちゃんでございますね。はい。そして石井先生でございますね。石井さんでございますね。三人で私両手に花状態でございますが、両手に花だから俺真ん中いいよ。パンダが映って。あ、パンダ。パンダ。あ、両手にパンダ。よくわかんないですけど、そんな感じになってますが、今日何やるかってここですね。どこかっていうとですね、ぐるーっと回りますとですね、これがですね、御徒町駅でございます。御徒町駅。御徒町駅っていうのはどこかっていうとですね、ご存知のない田舎の方でご説明するとですね、上野駅の隣の駅でございまして、ここからずっと雨屋横丁というものがずっとこの先に広がってるわけでございまして、ですね、この辺の地理に対してですね、なぜかですね、石井先生は異常に詳しいと。なんでかということは石井先生の、はい、秘密だということなんで、私は知ってるんですが、秘密でございます。そういう感じでですね、石井先生のご案内で、ちょっとこの辺をヘコヘコ歩くというそれだけの動画でございますので、よろしければ最後までお付き合いくださいませ。女性2人に僕ちゃん1人、石井先生にこれからご案内お願いします。はい、どこ行きますか。まずパワーストーンのお店ということで、パワースポットを売るわけじゃない、不動産屋かみたいな感じでございます。じゃあ行きましょう。ちなみに今みーちゃんにカメラ持ってもらってますね。はい、みーちゃんで、ね、どんどんカメラ慣れてきてて、ね、どんどん上手くなって、お、やったー、僕ちゃん期待しちゃう。じゃあ行こう。御徒町駅をちょっと入ったところでございまして、そしてこの辺にいろいろ宝石屋とかが並んでまして、ダイヤモンド、結婚指輪、ダイヤモンド、結婚指輪の前で、まあ有名なお店がたくさんあるんですか。あ、有名なお店がたくさんあるそうですね。はい、楽しい。ちょっと有名どころに、有名どころをご案内してくれって、撮影させてもらえるかどうかわかんないけどね。はい、突然、予約も何にもなしで無計画にやっておりますのでね、撮れたかなくても、でも動画は出すよみたいな。このニルバーナというお店が有名で、はい、ちょっとニルバーナというお店が非常に有名な、お店らしいんで、ちょっと撮影させていただけるなら撮影させていただき、無理だったら引き返すみたいな感じになる。ヒマラヤさん、これ、すごいな。これがパワーストーンのお店、はい、これがパワーストーンなんですか。中にすごいのがいっぱいあるんですけど。そうですか。じゃあちょっと入ってみて、はい、じゃあ先生すいません。はい、こちらのお店は予想通り撮影禁止ということで断られましてですね、女性陣2人でいろいろ盛り上がってたんですけど、よくわかんないですが、高いね、します。でもね、石井先生ね、いっぱいお持ちだってことなんで家にね、はい、今度じゃあ石井先生の事務所にみんなで突っ立ってパワーストーンを見るというのをこの動画の後ろにくっつけるかどうしようか。ヒマラヤルージュってありますね。こっちがまた有名なんですか。こっちも有名なんです。やっぱ事前に社長さんっていいアポを取っていかないとダメかな、撮影はね、店内の撮影は。ヒマラヤさん結構こういうルースが多いんですけど、そうブレスレットとか作るの、結構いい感じなんですよね。これがそのブレスレットなんだ。できてるのもあるんですけど、あ、こうやって加工してるんだ。あ、今加工作業して作ってらっしゃるんだ。すごいいいよ、いいやつがあるんですよ。あ、なるほど。でもまあ自分でも作れる。なるほど。石井先生ってご自分で作るような感じで。はい、私は趣味で。あ、なるほどね。へえ、すごいな。長いので買って自分で組み合わせ。うん。なるほど。わかりました。2階は？ 2階はあれか、工房か。お店じゃないんですね。あ、どうもすみません。お店なんだけど、違うものが置いてるんですね。あ、なるほど。で、こういう、はい、これなんですけど、ここで通してブレスレット作ったりとか、なるほどなるほど。はい、もの買ってください。はい、そしてもの買ってください。ちょっと撮影 OK？ はい、OK、Please come。 あ、本当に？え、撮っていいんですか？ありがとう、じゃあちょっとトランスで嬉しい。あ、買うんですか？はい、というわけでストーリンクの社長さんです。社長さん、それでストーンリンク株式会社、この、上野でですね、30年こういったお店を経営されているという方でございまして、いろいろね、商品をね、ご紹介していただいて、でかつですね、どういうところを見立てかっていうのを、まあ、従業員の方にも説明していただいたんだけど、さっきさらに社長さんが詳しくいろいろやってくれてですね、いろんなものを見せていただけるということで、ちょっと甘えちゃいますんで、私じゃ社長すいません、ありがとう。こういうふうに周りをこう縛って、こういうふうに縛って、こうやってぶら下げられるようにするとか、そういう感じなんですね。で、そのためのアイテムがこうやって一緒に売られてる。あとちょっとグレードがちょっと低いもん、ね。
あ、グレードっていい、ね、グレードの差っていうのはどういうところで、やっぱ色の通りとか光とか、水晶の部分が透明かどうかですとか、うん、あとはまあ針の入り方、それから針の量の多さとかですね。針っていうのはこの金色の、あ、この金色の中に入ってる金色、はい、あ、なるほど、その量とか形、そうですね、うん、入り方の形です、うん、なるほどなるほど、うん、中に黄色、あ、なんかね、粒々みたいなのが入ってる、これがその価値があるやつなんですね。確かに、うん、あ、なるほどね、面白い、初めて知った、うん、ランクがあるの初めて知りました、うん、値段が全然違うんです、全然違うんですね、うん、やっぱりこうやって並べると、うんうん、あの水素の濁りが、あ、あ、確かに違いますね。こっちは濁ってるから、こっちは安い方になって。そうです、ね。で、こっちはもう積み取ってから、もう全然ランクが違うと。そうですね。あ、なるほど、なるほど。あ、面白い。見る人が見れば全然違う。この中でも多分見る人が見れば全然違うんでしょうね。こっちの方とかすごい透明ですもんね、色がね。こっちは割合黄色だからね。そうですね。多分、透明の中で、ね、やっぱりこの針が、金の針が多くて、うん、しかもこう例えば横向きに全部揃って入ってるとか、うんうん、そうなんかいろいろ向きとかもやっぱりちょっと関係してくる。ああ、向きがいびつだとやっぱり価値がものすごく下がるみたいな。そのいびつの、うん、ありがとうございます。すいません。社長、これおいくらですか？はい、どっちのものこれ安い。安い？これ？一万六千です。16,000。はい。このぐらいいいものは。このぐらいのものは4000ぐらい。4000ぐらい。ああ、値段が全然違う。やっぱ全然違うんですね、値段がね。うん、で、これが1万円で、これが4000円で、で一番高いの1万6000円がこれ。はい。あ、そんな違うんだ。私、会社は600種類石やってる。600？ 種類。石は600種類ある。石が600種類の石がある。はい。うん、あと、この、いろいろ、あの150円から5万円までのものある。うん、品物の値幅が150円から、5万円ぐらいまでの値幅でいろんな種類があるってことです。大体毎日、うん、あちこちインドから中国からアメリカから荷物来る、うんうん、あと私18金のパーツ、18金のものと、うん、あとあのシルバーのパーツとシルバーのものね、うんうん、いろいろやってる。天然石もいろいろやってる。社長は母国語はどこ？私インド人です。インド人、インドの人ですね、うん、インドのどの辺？ジャプル。ジャプル、はい、ピンクシティ。ピンクシティ、はい、というと石の工場のシティ、うん、ピンクシティね、うん、後でググってしましょう、調べましょう、はい、どうしようかな。社長のまず、絶対、初心者、初めて、はい、初めてこういった石を、ま、興味を持って買われる方に、まあ、おすすめの商品とあと選び方みたいなのを簡単にご説明してもらうと嬉しいんだけど、はい、ありがとうございます、はい、いろいろ見て、うん、毎日このぐらいのね、例えば今日は、うん、これスーパーセブン、スーパーセブン届きました。スーパーセブンと？スーパーセブン、スーパーセブン、はい、スーパーセブン、セブン、スーパーセブン、うん、パワーストーンなんですよ、力の強いパワー、はい、なるほどなるほど、うん、ところは、うん、今グリーンクンジャイ、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 うん、これも珍しいもの入った、うん、これ珍しいんだ、あんま入んない、はい、うん、ところはキュアロライト、キュアロライト、はい、キュアロライト、キュアロライト、はい、キュアロライト、キュアロライト、うん、このいろいろ種類は石は毎日来る、うん、とここの中に珍しい石いっぱいある、うん、珍しいの、はい、うん、っていう、いろいろ言ってください、おかち町に行ってください、うん、じゃあさ、まあ、初めての人がさ、お客さん来てとりあえず、これは最初に社長が勧めるとしたら何かな。これ一番売れる今、例えばスーパーセブンは綺麗なものね、この辺がまず最初はおすすめってことで、はいはい、いくらぐらいで売る？これあの1グラムは1200円です。え、1グラム1グラム、グラム、グラムだよね、1グラム1200円だから、はい、これ全体かけると1つで何万円かになるわけだね。あのこれ例えば私会社は一番安いものは150円、1グラム150円、1ピース、1ピース、1ピース、この1個の丸いやつが150円、一番安いが例えばこれね、うん、150円ね、うん、あと一番高いは、うん、ここの中に例えばじゃあこれはいろいろ、例えばこの石ね、うんうん、これはランダムブルートパール、うん、ランダムブルートパール、これ一粒は10万円ぐらい、一粒、一粒、うん、このブラスティック、これ全体で10万円、はい、これで全体で10万円ね、あとこれはいろいろ種類ある、うん、私会社で一番安いのがこれだったよね、はい、これか、これ一番安い、これ、はい、これ
うん、これとこれのさ、もう差っていうのはさ、まず一番の差は何？このだけの値段。あれ石だの、うん、これ安い石、うん、これ高い石、うん、これ作りは難しい、これ誰もできる、これ原石ない、これ原石いっぱいある。まず希少性、はい、そして加工の難しさ、はい、うん、そういったもの。原石も難しい。原石もほとんど取れないってこと、ね。はい、取れない。うん、なるほどね。いろいろ、これいろいろものあるから、いろいろあのチャンスあるね。うん、うん。じゃあパッと来て最初に、まあ何も分かんないけどとにかく欲しいって人で社長がバーンと最初に勧める一発目。あんま値段が高すぎるとやっぱりさ、うん、いやさすがにと思うじゃん。いろいろある、皆様いろいろ気持ちある、うんうん、気持ちある。何石欲しいと私すぐできる。例えば会社の中にいっぱいある、うん、例えばじゃあ希望としてはどんなのかな、どんなのが多いかな希望、石井先生。あの恋愛系とか、うん、そうお金とか。恋愛系お金系か、はいはい、うん、ルチルコアツは、うん、お金系ね。そうさっき見てたやつ、はい、これねお金系ね、お金が、はい、まあ稼げるようになるぞ、はい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 、じゃあ恋愛系はどれや社長。ヘルトはちょっとが水晶。水晶、はい、そこでヒマレ水晶、うん、あとあと恋愛系だとピンクコーツ。ピンクコーツ、これはヒマレアのピンクコーツ。ヒマレアのピンクコーツ。はい。あ、なるほど。あとこれヒマレアのイエローコーツ。これはあまりあのあれに、はい、恋愛系ってやつね。これはヒマレアの水晶。え、どれどれ？うん？これ。これ。はい。これは恋愛系なのね。はい。これでも万能ですね。万能なんだ。うん、水晶は何でもいいって。水晶は万能、うん、これは値段も結構やっぱりこ大きさとかさ、大きさから違う、色とかさ、はいはい、みんな違うよね。違う、うん、やっぱり大きくてでかいやつは価値がある、はい、でかいですね。いろいろ例えば、うん、この少し少し時間があると、うん、これいろいろできる、いろいろできるっていうのは加工ができるってこと、うん、荷物は例えばお客さん欲しいブラスレット欲しいブラスレットできる、ネックレス欲しいネックレスできる、あとこれこのぐらいのインドの変形物もいろいろできる、うん、要するに加工ができるってことですね。はいはい、いろいろお客さんの方でこういったものを作ってくれということをお願いすればいろいろな加工ができますよ、はい、そういったことですね、はい、なるほど。例えばさ、じゃあ恋愛系だとさ、どんなふうな加工をしたら一番いいのかな。皆様は、うん、これはね、うん、例えばこれ、ゴールド入れて、ゴールドのパーツ入れて、これ入れてな、ゴールドのパーツを入れて、首、これ首にかかるようにすると、はい、うん、これシルバーのパーツ入れて、これシルバーね、うん、これこういういろんな、要するにネックレスにするわけだね、はいはい、ネックレスにして、そういってこうやってこういうふうにいろいろ作っていくと、例えばものは、うん、このぐらい車に、うん、例えばこれ一つ石ね、うん、これこれ来た、うん、200本今日来た、これトルマリだけ一つ種類は200本。このぐらいの珍しいものはどこもない。え、これがすごい珍しい。200本。200本来た。200本。これ一本一本が珍しいってこと？はい。あと、なんかじゃあ貴重なものなんだ。はい。私の会社は、うん、この卸の会社から、うん、このぐらいものを売る毎日。うん。例えばこれね。うん。これだけは、うん、これだけ取るのに。うん。これ取るのにの一つ種類は、うん、これ入ってみて。うん、これぐらい綺麗なもの、うん、なるほどね。このぐらい来る私会社毎日、毎日これぐらいの品質のものは入荷してくると。いっぱい来る。なるほど。これで大体これは、どういったご利益。大体1本は1万円です。1万円、はい、で、これが1本これが1万円で、でこれはどういったご利益がある。で皆様ネックレス作る、ブレスレット作る、うん、これいろいろできるね。うん、なるほどなるほど。え、健康、はい、あの健康に不安のある方におすすめっていうやつですね。はい、はいはい、ありがとうございます。これいろいろやってます私。なるほどなるほど。やっぱりベテランの石井先生、やっぱりそうやって石井先生みたいに何度もこう、あのいっぱい買ってる人と初めての人って差があると思うんだけど、こういうお店ってベテランの人から見ると、あ、これすげえなとか、いい商品とかありました、こんな感じ。うん、でもその時の予算によると思うんですけど、うん、安いなら安いなりでいいのあると思うし、うん、高いのは高いなりでいい。じゃあ高いなりと安いなりでさあ、これいいなっていうの、もし石井先生のがあったら。高いのは私よくわかんないんですけど、嘘つき安いのだと、うん、なんかあのこういうやっぱルースを買って自分でブレスレットとか作るといいと思うんですね、うん、こういうブレスレットの作り方なんかは自分で作りたいってお客さんも結構いらっしゃるじゃないですか。そういう人にとってなんかこう社長から注意し
しなきゃいけないところとかそういうのって何かあります？これ私は卸の会社からこのまで話せない、うん、なるほどなるほど。私は例えば石、欲しいものだけ買ってください、うん、これできるとまた何も問題来ると大きい問題ね、うん、と私気持ちから仕事やってるから、うん、皆様見てやってください、見てやってください、なるほどね。あくまでも卸の会社だから先生、うん、社長もパッと来て何でもいいから欲しいっていうお客さんが一つ安いやつで、それなりにかっこいいやつで一つ欲しいっていう全く知識のない人、もうパワーストーンとか何もないけれども、なんかこの動画見たからちょっと一個試しに買ってみようかなっていう人に、まずはこれだろうっていう一押し商品があればぜひ。私は卸の会社からこれだけ話せない、うん、なるほど了解します。私は気持ちから仕事やってるから皆様やってください。なるほど。どうして私毎日売り、うん、荷物を売る売り上げね、うん、毎日ちょっと何も私嘘話せると気持ち悪いね。了解しました。ダメ、もう卸だからそういったおすすめとかはできないけれども、はい、まあお客いろんな商品があって、はい、お店のここに来てくれれば小売りで行くにはしますけれども、はいはい、基本は卸、はい、ただこのかここは卸専門なんだけれども、お店に来て一個ずつ小売りで買うことはできますよ、はい、そういったお店なんで、はい、そのいろんな細かいおすすめはちょっと出せないよっていうことですね。このぐらいのものはこれいくら、700です。700円、はい、これ1個で例えばこんなのがまあ1個、これがこちらが700円みたいな感じですね。なかなかね、かわいい感じだということで、まあ、こんな感じでお手軽なものから相当に玄人向きなものまでいろんな商品が並んでるということです。ですからですね、まあどうなんだろうね、うん、これこのぐらいのオンリストーン、うん、2500円、これ2000円、これが2000円でこんな感じですね、うん、なるほど。あ、こうやってビヨンと伸びてこうやってあ枝に引っ張ってバラバラにしたら大変なことになるから、まあ、加工はしっかりしてると思いますけどね、まあ、そういった感じで、いろんな商品が扱っているので、まあ、逆に、こういった商品を最初から欲しいみたいな感じでね、で社長のところに、まあ、こんなのないかっていうふうに、まあ、来ていただけると、もしかしたら、品揃えがものすごく豊富ですから結構な高確率で見つかると。でこのお店に卸専門なんだけど、このお店に来てもらえれば1個売りで売っていただけるということで、品揃えも豊富だってことでございますね。あと石井先生なんかどんどんおすすめ今 あさってるけどなるほど、そんな感じです。じゃあ私これを買っていきます。あ、これこちらをね、うん、石井先生がお買い上げということでございますね、はい、はい、安いやつで、安いやつで、うん、ということですね。というわけでね、インド人の人にですね、まあすごいいい人ですよね、でもあの人は